皆の者、本日も膝大観の時間じゃ。第7話はい、はい、今日は大岡越前様ということで、はい、あの江戸物ですね。また江戸物つながりで、今日こそ武蔵小次郎で、はい、前回できなかったんでね、やっちまいましょうって。本当に忠臣蔵とか大変だったからね。来た来た、見たことあるよ、なんかこういう顔の岡っぴていたような気がするけど、だが断る。グラフィック使いました。さあ来いよ、まずは手下から、そうか、全然覚えてないな、多分悪大観3で一番なんか覚えてないかもしれない、越前様のことを。もう何も呼べないんで、もう、ああ、そっか、やばー、そっか、お金使い切ったんだ。使い切りました、もうこの光線銃だけで。2人が来る前に、前から後ろから。逆にこいつらさえ倒しちまえば。うん、あ、もうあとは2人にお願いしてと。じゃあ、来ねえし、待つか。来ねえな、あ、来た来た来た。違うな、敵が来た。ああ、ありがとう、みんな。あ、後ろにもいるらしい。あ、守ってんのか。守ってんのか。かっちょいい。そうじゃねえから、行けっつ。行け。僕のイケてる顔見てくれ、みんな。ふう、イケメン。悪って書いてあるけど、武蔵一人で頑張ってんだけど、小次郎3対1やで、あっち強えあれ、そういう、小次郎はね、自分の美しい顔を見てほしいという感じの強え独断という、これ何やってんの、何してんだろうね、守ってんの、背後何してんだろう、後ろから、大岡越前が来るんじゃない、それをね、先読みしてんだよ、きっと、この子は、多分ね火星する、いや、もう火星できない、当たんないのか、高いからで、罠もできないっす、ね、あー、もう武蔵に頑張ってもらうしかないの、じゃあ、マジで、じゃあ、これアプリ、今頃、編集でアプリになってるでしょ、武蔵さんがきっと見えるかな、頑張って、もうよく見えないけど、そして10分後とかなりそうだから、3年後、あー逆に今、こっち来てくれれば、あー、こちらが動いてくれるか、僕の綺麗な顔を傷つけるわけにいかないよ、武蔵くん、小次郎頑張って、え、嘘、逆に今、やられてみようか、うん、ああ、切られたことによって、おいおい、どうしたの働け、もう一発ぐらい食らったら、そうだね、まだ体力余裕あり、ダメなんじゃない、ダメだろこいつ、こいつ働かねえぞ、使えねえな、3万両分の仕事しないぞ、この野郎、何見とんねん、何見とんねん、武蔵ちゃん頑張って、行ったか、これで、うん、あ、違うな、まだ同心が、あの方来た、ここから来てるかな、あ、来てんの、武蔵ばっかり働かせて、これが、これこの差だよな、勝ったか負けたかって、そうだね、この差が出てるね、確かに、小次郎、だから小次郎なんだよ、頑張って、顔かっこいいけどさ、ただただ強い形が、私のタイプはイケオジだから、あのタイプではないけど、かっこいいと思うよ、うん、頑張って、武蔵の顔の方が好きかな、ねえ、ムサシャン、こいつじゃ、こいつのこと一遍切ってくんねえかな、よし、任せとけ、目覚まして、あ、来た来た、偽善の神来たわ、なんかすごい真面目そうな顔してんね、いたずらしたくなってくる、いたずら、お前なんだ、何甘く見ちゃいけないんだ、何何、連続斬りにご注意くださいませ、こっちはもっと強いのがいる、そうだよ、あ、部下も引き連れてくんだ、一気どっちの連続斬りが上か、見せてやる、おっ、おお、二発目から耐える、多分今頃武蔵さんがアップになっている、うん、ところでしょう、編集で頑張れ小次郎飾り、何をしてるんだ、置物、置物やないか、豪華すぎる、この置物、なんだ、あの罠の女の子の罠より役に立ってないぞ、逆に武蔵が吹き飛んで、うん、相手がこっち来てくれた方がありがたいぐらい、うん、あ、小次郎が動き出す、いや、光線銃でもやる、あ、もう、おお、すげえ光線銃でやんな、小次郎はいないものと思って、いないものと思っても、あ、来た、あ、来た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 、いや、あ、逃げる、うおー、できるか、小次郎何しとおめえも、何しとあとは越前の神立てかな、これマジで終わるね
何しに来たこいつ。見せ場を作ってくれるじゃないの。やつえな。武蔵ちゃん、武蔵ちゃん立って、立ってまだいける。ただ歩くのが遅いからしょうがない。遅いんだ。これ終わるな。じゃあ落ち棒じゃないか。越前の神。なんか どうかしましたか。ねえ、三万両返せ。三万両返せや。そんなことある。なんか神ポジション、神ポジションにハマっちゃったのか。偶然何かがハマってんのか。ねえ。何。呼んであげたのに。今ちょうどまさに屏風が人形紙風船であったけど、こいつ紙風船以下だよ。ほんとや。これ秘蔵映像出ないかな。ああ何か呼んだ用心棒が何もしなかったみたいな。ワンチャン秘蔵映像も狙って、うん、だとしたら今の小次郎褒めてあげようよ、うん、出なかったら内首じゃ。内首だ。もう二度と使わない。このもう実況じゃ一生使わないかもしれない。頼むで。君の運命がかかってるんだよ。かかってるよ今後の。はい、はーい。というわけで内首獄門。